はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクール始まりました。いやーですね。さあ、やってまいりました。今回は、ついにということで、グクちゃんと、そして、アッシャー様の、standing next to you。こちら、アッシャーリミックスということで、なんて贅沢なリミックス見ていきたいと思います。しかも、パフォーマンスビデオでございますよ。やばいですよ。収録ボタンをファイということで、これはやばいですよ。本当にもうどうなってるのということで見ていきたいと思います。いきましょう。なんかスピードとか大丈夫です。 OK です。それでは行ってみたいと思います。リアクションでございます。レッツラーゴーズ。これマジでやばい。おお、違う気持ちの入り方になってますね。だって多分ダンサーさんたちもアッシャー様を見て育った方たちだと思うんですよね、多分。うわー、
もうだってアッシャー様と踊ったらよっていうか、アッシャー様が出てきたらもうよ、それはやばー、ちょっとかっこよすぎ、この出方だん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 、うわー、もうこの左腕が見えた瞬間、これですよね、もうここですよね。かっこいい。この Standing Next to You という曲は、このメロディーも含めてですけれども、アッシャー様とのリミックスも込み込みでもうすでに計画されてたんですかね。どういう流れでこうなったんだろうっていう、すっごく気になるんですけれども、ただでもビッグヒットさんならここまで見ている可能性はありますよね。その歌声っていうかキーの高さだったりとかも、そのググちゃんのそのキーの高さもそうですけれども、もうここがそもそも視野に入っていたからこそのこのメロディーなのかなみたいな、だからこそアッシャー様のこの歌声がまたカチッとハマるメロディーにもなってるのかなとか。本場のこれが見えてしまうという。すごいものを見てしまっている。うわー、レジェンド。本当にちょっとどうしよう。様のこのちょっとポッピンなスタイルな雰囲気とか、ここからのこれ
っていうね、 TikTok でお二人が踊ってるやつを見てもあそこでもだいぶ悶絶してたんですけれども、いやまさかですよね。だからね、これすごいですよ。いやもうアッシャー様といえばですからね、もう名だたる何でしょう、ポップアーティストですよね。世界的ポップアーティストの方たちが本当にこう尊敬してやまないアーティストの方というか、もちろん世界的なアーティストの方でもございますけども、ちょっとねこうダンス映像とか僕昔見あさってた時とかもあったんですけれども、それこそマイケル・ジャクソンさんと一緒に踊ってらっしゃったりとか、ビヨンセさんとか、もう本当に なんかもうね、クリス・ブラウンさんともそうですし、キング・オブ・ポップのもうその方たちなのでてかもうキングオブポップ様たちの中のお一人というか、レジェンドの方のお一人なので、これちょっと本当にすごいことですよね。だから間接的にマイケル・ジャクソンさんがその隣にいるわけですよ。もう今はいらっしゃらないですけれども、でもそのぐらいの方なので、やっぱりクリス・ブラウンさんが隣に見えるというか、ビヨンセさんが隣に見えるというか、まあアッシャー様がグクちゃんの隣に立ってくださってるっていうところもそうですし、グクちゃんもだからすごいですよ本当に。いやーもうだからもう何も言えねえですよね、これはね。本当にね、間違いなく本物であることを証明するというか、いやこのタイミングかー、すごいな。なんかいやもうふさわしいですよね。だからそのグクちゃんのソロの活動に一つ、今回の、まあ、この Standing Next to You のピリオドというか、いやーすごいわー、これをまたこのタイミングで出すっていうところのこのかっこよさというか、やべえ、だってこの賞賛をもろに本来であればうわーって受けて、いやマジ最高でさーとかっていう配信とかが普通あってもおかしくないじゃないですか。でもその本人は今そこにはいなくて、別でのところで今平気に行ってるっていうところも、なんかいやなんだろうな、そんなこと普通ないでしょっていう展開というか、まあ流れなので、なんかそれすらもまたドラマに見えちゃうというか、これはやばいですね本当にね。いやー本当にもう極上のワールドスターのパフォーマンスを見せていただいたっていうところでございますので、マジで本当に超もう僕も個人的にやっぱ大好きなアッシャーさんといえば、昔からね聞かせていただいてるアーティストさんでもありますし、アッシャーさんのダンスも見たりとか、クリス・ブラウンさん見たりとか、ジャスティン・ティンバーレイクさん見たりとか、マイケル・ジャクソンさん見たりとかっていうラインナップの方たちなので、本当にもうすごい人とグクちゃん、いやすごいな、グクちゃん、すごいことですよ本当に。ググちゃんの世代の方でこうしてアッシャー様とコラボできる方いるっていう風にちょっと思っちゃうぐらいです、本当に。だからもう本当にググちゃんマジですごいっていうところと、事務所さんマジですごい、もうちょっともう信じられないです、本当に。今これ見てても信じられないので、ぜひぜひ皆様の感想もコメント欄からいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。いやもう本当にビッグヒットさんありがとうございました。パンピーディーありがとうございました。グチャありがとうございました。こんな感じです。もう本当に。現場から以上でございます。ありがとうございました。見ましょう。ツイッター。